皆さん大変お疲れ様でございました。先人たちが40数年前この枠組みは間違いないのだからという形の中で土地行為決定があります。そういう中で先人たちも今の西方の町民も間違った判断はできなかった。大変よろしいいことだと思います。私も藤岡の一番恥でございますけど西方も恥でございます。仲良くして栃木を中心にしてやりましょう。